中日田中幹也がさよなら負け阻止。映像ありがとう。すごすぎるだろこのプレー。マジでエグかった。ゴールデングラブ田中でいいよ。実際失点を防ぐ守備をたくさんしてくれてるよな。しびれたよ。ナイスミッキー。今日はマジで守備が光ってた。板山のバックホーム阻止、岡林の返球、三木屋のセンター阻止、カリステのライナー阻止とみんな頑張ってたよ。ショートとのスーパーコンビが出来上がったらそのままトスしてショートが刺すようなスーパープレイが生まれるかもね。追いつくだけでもすごいのに、なんで送球できるんだろう。しかも悪送球にもならない。毎回言ってる気がする。現地映像の送球後の着地エグすぎる。なんで体勢崩れてないの。すげえ。その後しゃがみ込んでるのは三塁だった。オーバーランした二塁走者刺すべきだったかみたいな感じなのかな。意識高いわ。気持ちよすぎる。入団時に思い描いていた田中幹也まんまだわ。最高。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。